頼ます。当時もリーダー青木と青木また普通な、はい、チムリテストですね。チムテストは秘密のメニューを注文する。わー、中までじっくり。合格条件はチャンプルタウンで大人気の店宝食堂にて秘密のメニューを注文すること。今この町にはあなた以外に3人のジムテスト挑戦者がいます。参加者は秘密のメニューについてそれぞれ違ったヒントを知ってます。挑戦者同士でポケモン勝負をして、あ、ステーキ定食弱火でじっくりか。勝った方が負けた方のヒントを教えてもらってください。集めたヒントをもとに宝食堂の店員さんに秘密のメニューを注文してください。注文できた1名のみがジムテストの合格者となります。伊藤さんのヒントは常連さんの食べ方。宝食堂の常連さんに話を聞いてみるといいかもですね。なるほどね、いいですね。なんかこういう変わり種の試験好きですよ。行くか。あ、これっぽいな。チャンプルジムチャレンジ。お、ガキ。おーおーおお、戦うやつかこれ。ジムテスト受けてる人ですよね。秘密のメニューのヒント教えて教えて教えて。そっか、私が負けたら教えてあげなきゃいけないのね。かわいい。え、ヒント教えろや。私のヒントはアイス屋台の仲間外れ。負けて悔しいからアイスよけ食いしちゃう。これは、あ、アイスだ。甘くて冷たいアイスはいかがですか。あ、いや絶対これやんけ。これじゃないですか。行きましょう行きましょう。あれ、なんか見たことある気がするんだけど。ここジムテストのお客さんですね。宝食堂でした。秘密のメニュー、ヒント集まりましたか。ジムテスト、あ、ちょ、ま、あ、そうなるのね。はい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 。それではご注文お願いします。焼きおにぎりです。え、あ、え、あ、いや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 、うい、ちょ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 、あ、ちょ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 。でもこういうのって一人前じゃないと相場が決まってるんですよね。なんで2人前とか。うわ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 、付け合わせに何かお持ちしましょう か、 だからレモンだったっけ。あいよー、焼きおにに大門レモン添え。これはん、何これ。え、今もうむしろこんなことしませんよね。あー、これはちょっとやっちまいましたね、いろんな意味で。まあええか、いきます。じゃあびっくりした、ガチまぐれですよ。何これ、絶対メタ読み刺さっちゃったでしょ。うわー、正直にいた方がいいですよ言えることなら言いたいよ。やば、こんなことある。